最近買ったお気に入りのものがございましたら紹介してください。お気に入りのもの、最近買ったもの、こちらです。なんかアンティーク屋さんで本を買いました。これは読むんじゃなくて飾って可愛いかなって思って購入しました。二の腕とバストの感触は全く同じだと聞きました。本当ですか？これは私の意見でしかないですけど、これいいですね。私、二の腕とバストの感触、違うと思います。二の腕の方が硬くてバストの方が柔らかいんじゃないですか？性欲は強い方ですか、弱い方ですか？これはそうですね、生理前に強くなります。普段はそこまでなんですけども、生理前になると性欲が急激に強くなるので、極端ですね。でもどうなんでしょう、こう極端に強くなるっていうことは強い方なんですかね。はなさんは S ですか M ですか、またどういった時にこれを実感しますか、なぜそう思うのか、エピソードをお答えください。さっき性欲が強い方って答えたんですけど、正直この判断っていうのが自分ではあまりよく分かってなくって、 S か M かって聞かれると M な方だと思うんですよ。なんか自分がなんかやるっていうよりもなんかされる方が嬉しいっていう風に感じますね。難しいですね。でも S か M だと M だな。はい、というわけで女子部屋でした。花とお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。また質問もお待ちしております。